落合二郎館です。はい、今日はバドミントンのラケットを使って、バドミントンヨーヨーをやってみたいと思います。まず羽の準備をします。羽の中にこう紐をくっつけるんですけれども、こっちのように羽の中の真ん中に紐が通るように結んでもらえると一番いいと思います。ナイロンの羽でもできますので、こういうふうに結びつけてください。紐の長さの方は1メートルちょっとです。お家のとこでもできるように、そんなに長くしなくても大丈夫です。柔らかい紐を使ってください。まずは写真出すからの人からできるやつです。羽をすくってみましょう。すくいます。はい、これのコツとしてはコルクのところにラケットを当ててもらってとすくい上げるのがコツです。やってみてください。次に羽をトントンと目についてみましょう。トン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 、ラケットを表裏と押してもいいです。向こうに行っても大丈夫、紐がついてるから戻ってきます。トン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 、こんな感じでやってみてください。はい、次はこの羽を上に上げて止める、こういうのをこういうのをやってみてください。次に上級者編です。羽を向こうの方に出して連続で打っていきます。こんな感じですね。失敗しても大丈夫、紐がついてるから戻ってきます。トシちゃんはちなみにお家で練習している時には20回ぐらいできます。ぜひみんな挑戦してみてください。ね、ぜひお家でいっぱい遊んでくださいね。みんな待ってます。